タブレット端末の画面を覗き込んで談笑する女性たち、ある共通点があります。この施設に初めて入るときにやったら、その時の自分はもっと負担というか不安が少なく通うことできたのかなってすごい思いますね。長野市にある児童発達支援センター、虹色キッズライフに子どもたちが通っていることです。清水真奈美さんも4歳の次女が2年前から施設に通い始めました。当時はコロナ禍で施設の見学もできませんでした。どういうところか本当に分からなくて、で自分で調べてもやっぱりネットで調べると情報量が逆にね、いい意味でも悪い意味でもすごい莫大な情報量なので、やっぱネガティブな印象も持ってしまったりとか。今は優しい先生たちに囲まれ、次女は楽しく通っていますが、そんな不安を取り除くために今年開発されたのがこちらのゲームです。初めての児童発達支援、主人公が施設の中を自由に歩いて探検することで疑似体験できるゲームです。医療現場のいわば解説書をゲームで楽しみながら知ることができます。このゲームの開発者はなんと現役の医師。信州大医学部の新生児科医、三代沢幸秀さんです。長くやってるとどうしても新生児をやってるだけではどうにもならない問題結構ありまして、病院から帰っちゃうともうあんまりできることがないなと思ってて、こういろんな職種の人と連携して患者さんを支えていかないとなかなかうまい支援はできないなと思っていて、最初は演劇で表現していましたが、コロナ禍で継続が難しくなり、たどり着いたのが三代沢さんの趣味でもあるゲームでした。毎年開かれる日本最大級の規模を誇る東京ゲームショー。今年は44の国と地域から985の企業や団体が参加したゲーム業界の一大イベントです。その一角で三代沢さんのゲームが紹介されるほど注目が集まっています。あそこにインターホンがあるな。NICU の方を押すように言われてたっけ。これまでにも新生児集中治療室や感染症対策を題材にしたゲームを開発してきた三代沢さん。換気できたね。嘔吐物の処理は私がやるから。その制作現場を覗いてみると、夕方になると私と学生さんたちがわらわらと集まって、作っているのは医学部の学生？当事者でないとなかなか経験できない医療の現場をゲームで伝えようと奮闘する信州大医学部の三代沢幸秀さん。どんな赤ちゃんが入院するんですか？早く生まれたお子さん、早産児が多いね。夕方になると私と学生さんたちがわらわらと集まって、みんなでクリエイトゲーム作りをしてます。東京ゲームショーでは制作は外注じゃないのと驚かれましたが、イラストが得意な学生は画像の加工、文章が得意な学生はシナリオ作りなど役割を分担してゲームを作っています。クリップスタジオっていう別のツールあるんですけど、そっちは元から私が趣味で、心臓血管のオペ見てからここ来ていろいろとなんか疑問とか困ってることとかがある方に伝わりやすいゲームになったらいいなと思います。今は来年春の完成を目指して5作目の開発に取り組んでいます。
テーマは初めての妊娠です。自分自身が妊娠とかしたことないので本当にわからないんですよね。やっぱり本職の人とかに聞いていかないと、聞いてってそれやっと内容ができていくっていう感じですね。そしてゲームの舞台となった支援センターで保護者向けに体験会が開かれました。いや実際やってるね。かわいい。全然やってる。やってる。どういうところか本当に分からなくて、こんなゲームがあるよみたいな感じで、ね、先生お医者さんから教えていただけたらすごい楽しいかなと思います。次女が支援センターに通う清水さん、早速家で兄弟とゲームをしてみました。普段行ったことある場所がゲームの世界になっていてっていうところに楽しさを感じてたみたいで、そのゲームがあればすごくイメージが湧いて安心できたのではないかなというふうに。ゲームにしたら伝わりやすいんじゃないかなと思っているのは結構たくさんあるので、どうにか開発スピードとできればもうちょっとクオリティ、死ぬ気でやってるんですけど、もうちょっと上げたいなと思ってるんですけどね。現場の医師、医学部生のゲーム開発、二刀流の挑戦はこれからも続きます。その辺の微妙なところ。